はい、今日の朝なんですけど、水道管の配管設備屋さんに入ってもらいまして、でとりあえず配管直してもらったので、こんな感じでちょっと悪いところ全部直してもらってますね。で裏行ってみます。で裏もこんな感じで水漏れしてた場所ここら辺ですね。でここら辺も直してもらいました。であとこの屋根とかももう完全にこんな感じなんで、ここは直していきます。で室外の給湯器なんですけど、コロナの人に聞いたら基本的にこういう煙突があるやつに関しては室内置きらしいんですね、本当は。でもなんか室外に置いてあるっていうことらしいです。なのでこの屋根は確実に必要らしいので、ちょっとここは一旦ちょっと一応屋根は買ってあるんで屋根かぶせておいて、仮にでちょっと部材が届いたら上にあの単管パイプでちょっと屋根新しく作っていこうと思います。でちょっと中お湯出るか見てみましょうか。で台所ですね、台所とこっち水道でこっちお湯なので、ちょっとこんな感じでちゃんと出ます。今はちょっとボイラー切ってるんでお湯は出ないんですけど、あ、水が出ればお湯は出ますんで。でここお風呂で、ここのお風呂は未使用ですね。はい、でとりあえずこっちでこんな感じで出ますね。こんな感じでシャワーも出るので問題なく使えるようになりました。これでようやくちょっと家らしくなってきたかなと。あとここもこれは元から置いてあった洗濯機なんですけど、で多分洗濯機も水通っているんで、ここの洗濯機ももう使えるような形ですね。ちょっと最初自分の洗濯機あの一人暮らしの頃のあるんで買いようかなと思ったんですけど、なんか撤去費用とかも結構家電はリサイクル料とかいろいろかかってめんどくさいんで、まあ、とりあえずちょっとこれ使ってみようと思います。まあそんな問題はないと思うんで、はい、まあ、最初ちょっと掃除してからですけど、はい。であと洗面所に関してはまだちょっと別の業者さんに実はお願いしてるんで、こっちとあと台所の下も水漏れしてるんで、一回ちょっとやってみたんですけどちょっと直せなくて、業者さんに今お願いしてます。で、まあ、ここの下汚いんでとりあえずペンキでも塗っておこうと思います。はい、でこんな感じ、台所の下こんな感じなんでちょっとかなりやばいですね。でこれももう完全に下がっちゃってるんですね。本当はあそこの段差あるところまで本当はこのステンレスが上に来てるんですけど、完全に下がっちゃってますね。もうこれもカビでダメなんで、ダメな感じになってますね。なんか最初もうシンクごと変えようかなと思ったんですけど、ちょっとお金がないので、まあ、ここもちょっと剥がしてペンキ塗って、でクロスちょっと周りに貼っていこうと思います。で下も、まあ、ここのなんかテープかなんかでちょっと持ち上げて、であと下にもシート敷いて、ここの配管ももう完全にこれカビですよね、黒いのカビちゃってるんで、これごと、まあ今業者さんお願いしてるんで、こんな感じでもう下はちょっとかなり穴開いてるんで、業者さんにやってもらった後ちょっと虫入んないようにやっていかないとダメですね。でこの包丁入れも汚いんで、もうこれも交換します。でこの台所の一番の問題がちょっと臭いんですよね。ちょっと映像じゃ分かんないと思うんですけど、上にハクビシン、ちょうど多分ここら辺なんですよね、ハクビシンの糞がいっぱい上にあったのが。ちょっと今掃除してペット用の消臭スプレーかけたんですけど、まだ匂ってて、この消臭力も置いてるんですけど、ちょっとこの消臭力をもう上に置いちゃおうと思ってます。
そんな感じでちょっと匂い対策して、であとちょっと掃除機でカスを全部吸い取ってもう一回スプレーしてちょっとやっていこうと思います。まあ、ちょっとハクビシン今匂いが一番の問題なので、匂いが本当ちょっと自分はきついんで、あんまりそういうのが苦手なんで、とりあえず匂い対策やんないと快適にはなんないのかなっていう形ですね。なので今ちょっとここから登ってこう来てここの上の掃除やってたりはします。はい、とりあえずで、あとハクビシン入ってこないようにネットも買ってきたんで、あの隙間のとこにネットで入ってこないようにしようと思ってます。そんな感じで、はい。